の5試合連続ゴール。伊東純也のクロスに逆サイドから走り込む中村。高弾道のクロスを中村敬斗がゴールに叩き込んだ。中村敬斗来たー。中村敬斗ビッグクラブ移籍ありそう。中村敬斗やばすぎないか。中村敬斗開花してここぞという時の決定力すごすぎる。これは次の日本代表スタメン三笘くんじゃなくて敬斗あるかもな。負けたけど中村敬斗5試合連続ゴールすごいね。中村もすごいけど毎回アシストしている伊藤もなんなん。伊藤純也のクロスはもっと評価されるべき。利き足同サイドの選手って少ないからあの角度から巻きでクロス上げられるのめちゃくちゃストロングなんだよな。行きかタイミング合うと思って伊藤選手クロス上げ続けたのかな。中村選手5戦連発ゴールやった。堂安より伊藤使えていき。中村敬斗結果モンスターだし守備頑張るし冬にビッグクラブでもおかしくないな。中村敬斗リーグアンとはいえ5試合連続ゴールはやべえ。ドルトムントに移籍しろ。三笘もブライトン2年目は7試合連続 GA とか意味不明なことやってたよ。問題はこっから継続できるかどうか。中村敬斗は以前はシュートが上手いだけって言われてたけど、もはやチャンスメイクも三笘より上手い。あとは守備できれば日本代表スタメンとビッグクラブ移籍も可能やろ。こういうウィングを待ってたんだ。